津軽けし館は、青森県黒石にあるけしの展示施設である。日本全国のけしが展示されている。1988年4月15日をオープン。青森県津軽系けしをはじめ、全国11系統のけし約3000点や、約5000点もの木製玩具の展示もされている。他に、日本一の大きさを誇る197センチメートルのけし、 宗方志向が絵付けをしたコケシの展示もある。また、コケシ工人の実演の見学、コケシの絵付け体験も可能である。隣接施設として、津軽伝承工芸館がある。毎年、クリスマス時期には、企画展、メリーコケします。津軽コケシ館クリスマスフェアを開催している。1989年11月20日から、純金、純銀製のコケシの展示を開始。 純金こけしは、黒井市民が応募したアイデアに基づき、ふるさと創生事業の資金により1億円で製作され、純度99.99% 99、重量が 58.378kg、高さが 50cm。純銀こけしは、純金こけしと一体にするために作られたこけしで、値段は825,078円である。こけしには、直接触ることができた。 2007年10月21日をもって、実物の展示を終了し、以後はレプリカが展示されている。黒石の財政難が著しく、このコケシを入札、売却する提案が出された。市民有志が純金コケシのオーナーを募集する会、純金コケシオーナーズクラブ実行委員会を立ち上げ、コケシ館での展示継続を目指したが断念。2007年11月30日に、 一般競争入札が実施され、1億9000万円相当で落札された。落札者のジャパンヘルスサミット側は、このこけしを何らかの形で展示することも考えているとも述べている。ありがとうございます。